定時で返す方法。精神科医カバサーショーンのカバチャンネル、今日は質問をいただきました。部下が定時で帰りませんと。仕事の量が多いせいもあるのですが、残業代も出ないのに遅くまで仕事をしています。なんとか早く仕事を切り上げて帰ってほしいのですが、うまく部下を説得する方法はないでしょうか、ということでですね、残業しないで早く帰ってほしいということで、非常にいい上司じゃないかなというふうに思うんですけども、なかなか日本というのはこう残業が当たり前の状態になってしまって、5時6時に帰れるところっていうのはあるとは思いますけども、そうじゃないところは遅い時間までいつも残業しているって、そういう状態になっている。その状態において定時で帰れるようにしたいということですけども、説得しても無理ですよね。それはですね、じゃあどうすればいいかというと、仕事を終了する時間を決めるということですね。決めるとどうなるかというと、電気も消して鍵をかけるということですね。強制終了です。これやってたのはユニクロですね。ユニクロの本社ではこれをやっていました。今の残業デーっていうのをいろんな会社でですねやってると思いますけど、ユニクロなんかではかなり日本では初期の方からやっていて、要するにの残業デーはもうある時間になると電気を切るそうです。全てだから真っ暗だから帰らざるを得ないんですね。元の電源を切られちゃうので、そういうふうに強制的に帰らすようにして、その結果どうなったかということが重要なんですよね。ノー残業デーをいろんな会社で入れた結果どうなったかというと、残業しないで仕事ができるようになったというところがほとんどです。つまり仕事の効率が高まったということがほとんどです。これは人間の心理でも当てはまるんですよ。終わる時間が決められるとですね、その時間に終わらさざるを得ないんですよ。例えば皆さん試験受けるときどうですか。1時間の試験で終わらさないといけないから終わるようにやるじゃないですか。制限時間2時間だったら2時間かけて終わらすようにやるわけで、絶対その時間までに終わらさなきゃいけないとなると、人間は終わらせるわけですね。あるいは終わらさなきゃいけないので、いろいろな方法を考えるわけです。工夫するわけです。時間の使い方を考えるわけです。午前中や午後の時間の使い方を工夫するわけです。それによって仕事の効率っていうのは上がるんですね。つまり終わる時間を決めないと絶対仕事の効率っていうのは上がらないんですよ。いつまでやってもいいよっていうと、絶対仕事の効率が上がるはずないんですよ。伸びるんですよ。でも絶対この時間で終わりですっていうふうに言われたら、それをやめざるを得ないので、そこまでで全力を尽くすしかないというふうにならざるを得ないですよね。どうしても仕事が終わらなければ朝早く来てやるしかありません。アメリカがそうです。アメリカっていうのはみんな5時とか6時に帰りますけど、仕事が終わらないと朝早く来てやってます。7時とかに来てやってます。それがアメリカ式である。日本っていうのは終わる時間が決まらないから、後ろにどんどんずれ込んでいく。で、最初から残業すればいいやと思ってるから、昼間の効率も上がらないっていう非常な悪循環がありますね。なので、まあこの方もですね、とりあえず週1回だけでもノー残業で、それをどんどんできれば増やしていくという形で、とりあえず8時でもいいですけど、8時で終わりというふうなルールを決めてね、きちんとそこで強制的に終了させていくような形にすると、その時間に終わるようにですね、みんな動いてくれるように必ずなりますので、強制終了しかないんじゃないかなと思います。